好きなセリフとかさ「で」が好きああよく言うよな「で」って「で」って、うん、ほんと自分でも癖だって思ってなかったんだけど、うん、びっくりしたのなんだかどっかの人が作ってるところで、うん、私の「で」だけを集めたっていうような映像を作ってる人がいて、うん、びっくりした「で」で「で」「で」ってばっかり言ってた <laughs> 口癖ってことかそうみたい 気がつかなかったんだけど。うん、それでとか。ああ<ー>。とか言ってる。うん。だから、好きかどうかわかんないけど。<う>好きなのね。てだな。なんだかんだ突っ込みたいのよね。うん。わかるわ、それ早。早く結論言ってほしいのよね。そうそう、よく回りくどいって言われる。その通り。だからでで <laughs> って、つい言っちゃうんだな。<laughs> だ,っだってほら、物には順序ってもんだってさ。 こうやって見せた方がいいとか、こうやって聞かせた方がいいとかあんじゃん。いろいろ苦労してるのね。はい。であなたはうん。言っちゃった。<laughs> 好きな、好きなっつうか、やっぱし、おいおいっていうのは癖だよな。<laughs> あと、あと突っ込まれたのは、僕トイレ。<laughs> 言いたくて言ってるわけじゃねえんだけどさ、だってそれが一番ホラー、ほら、 何今、真実はいつも一つって言ってくれるのかなって思ってたんだけど。だって、それ口癖っていうかさ、それ決めゼリフってやってちゃおいおいなんだ。おいおいってよく言う、言うと思う。言ってる言ってる。言ってるだろうん。特にあの、最後の最後、丸くキューってなるって最後ね。おいおい。おいおいとかね。よく言ってる。じゃあ、きっとおいおい集めてる人もどっかにいるわね。おい、集めないでいい。集めないでいいから。見たーい。私ちょっと見たーい。